原宿アベマニューズはインターネットテレビ局アベマ TV 内のアベマニューズにて12時14時に配信されていた情報番組。このページではリニューアル後の原宿アベニュー、ケヤキサカアベニューについても記述する。原宿周辺を中心としたティーンエイジャー向けの流行情報を主に紹介しており、サイバーエージェントが設営しているサテライトスタジオであるハーラージャグウェブマスツィ,ィオで 月曜から金曜まで生配信していた。アベマ TV 先行配信期間中の2016年4月9日から事実上のパイロット版として48時間前だよ。原宿アベニュー直前 SP を配信を開始。同年7月18日配信部により番組編成の改編に伴い配信時間が18時30分開始に繰り下がるが、 配信時間も10分拡大して90分枠となる。また、テレビ朝日、六本木ヒルズ夏祭りサマーステーション開催中は、月曜日の MC コメンテーター陣が、六本木ヒルズテレビ朝日本社から生中継で、リポートする。EX ケアキサカスタジオ2017年7月15日から、配信時間が、週末昼へ、 時間編成が変更され、番組名も原宿アベニューに改称また、日曜の番組名をケ坂キサカアベニューに変更し、番組の配信スタジオをアベマヌーズのメインスタジオであるテレビ朝日六本木本社敷地内の EX ケ坂キサカスタジオから配信する。配信中に番組の意見をツイッターで募集を募っており、ハッシュタグは原宿アベニュー。 欅坂アベニューが推奨されていた。若者目線にこだわり、最新トレンドニュースはもちろん、固いニュースを噛み砕いて伝えることを第一とする。このためコメンテーターの故障も父親世代の意味で、パパコメンテーターとなっていた。2018年上半期のアベマルーズ番組編成改編に伴い、2018年3月31日に、原宿アベニュー、同4月1日。 ケヤキサカベニューが番組終了。同放送枠にて、土曜も、ケヤキヒルズサタデーが拡大された。MC コメンテーターリポーター、番組振興ニュース解説 MC コメンテーター、ありがとうございます。